はい、それでは始めます。令和2年度行政書士試験を受験された皆様、どうもお疲れ様でした。令和2年度2020年の行政書士試験ですね。本試験公表の講義をこれから始めます。担当いたしますのはレック専任講師の日高です。よろしくお願いします。はい、改めまして令和2年度のですね、行政書士試験受験された皆様、大変お疲れのことと思います。 で今回の、まあ、今年度のです、ね、問題について、これから分程度です、ねまあ、30分程度で公表をしてまいります。で正解の速報については、横溝講師の方で、その速報会、を行っておりますので、その正解番号です、ね、と詳しいものについては、そちらをご参照いただければと思います。 でまあ今回の本試験のですねこの令和2年度の本試験の全体的なまあ好というかまあ、印象といたしましては今年の問題は割とオーソドックスな問題が多かったのではないかということが一つ言えます。ただ個別の科目に限っていますと例えば憲法で迷うような問題が出題されたり。 もちろん行政法もそうですね、えーまあ、比較的こうまあしっかりですね考えていかないとなかなか回答が出ないという問題も中には見られましたのでそういったところでちょっとあの足止めを食らって。 時間を費やしてしまうとおそらくですねもっと短時間で解ける問題についてもなかなかスムーズに解けなくてで最終的に時間切れで終わってしまうという方もいらっしゃったのではないかというふうに推測されます。ただ落ち着いてですね問題全体を見ると それほど極端に難易度が高いというものではなくですね、今年も昨年とほぼ同じようなその合格水準になるのではないかというふうに予想されます。それでは分野別科目別にそれぞれですね公表をしてまいります。まず最初の二問が基礎法学の問題となっておりまして。 まず問題一番がいわゆる法的紛争解決制度ですねに関する基礎的な知識を問う問題となっております。まあ、これはおそらく正答率は50%を超えているだろうというふうに予測されるものですけれども、まあ、落ち着いて読めばですね文脈から保持はできるだろうという問題になります。で問題2番も これも基礎法学に関する基本的な知識があれば解けるというタイプの問題ですから総じ、まあ、てあの基礎法学に関してはそれほど難しい出題はなかったのではないかと、まあ、オーソドックスな問題で2問,中、まあ、2問ともできれば取ってほしいとで、まあ、2問中落としても1問ですね両方落とすとなかなか合格ラインに達するのは難しいのではないかとそういう問題になります。 で問題3番以下が、えー、憲法ですね、えー、に、えー、つきましては、まあ、憲法についてはですね今回は、えー、じっくり選択肢あるいはその問題文を読ませる、えー、問題が多かったというそういう傾向にあります。えー、例えば、えー、問題3番ですけれども、えー、これはあ有名な判例ですね。 淀川拝借新聞記事抹消事件という有名な判例が素材となっておりますが、えーまあ、この「あ」からおのです、ね「お、えー」そに入る言葉、まあ、これはどちらかというと多種選択式に近い形式ということになりますがこの「あ」から「お」まで入る言葉を全て完璧に覚えている方っていうのはなかなか少なかったのではないかとその意味においてはこの問題3番というのはこれは多少、まあ、じっくり読まなければ まあ正解までたどり着けないとそういうタイプの問題になっていたということになります。例えば絵、えーえー、の空欄で、えー、隔離なのか遮断なのかというところで、えー、かなり迷ったという方も少なくないだろうという問題ですね。まあそこであの時間をどうしてもあの取られないためには、えー、ある程度見切りをつけて、えー、一旦そこを飛ばして次の問題以下ですね問題4以下のところに進んでいくというまあそういう見極めが必要だったのではないかとそういう問題になります。 ただ判決文を正確に覚えていた方はもちろんあのスムーズにですね正解できただろうという問題になります。で問題3問題4はあのオーソドックスな判例から出題されているものということになりますが。 まあ問題5番がちょっと形式的には変わっておりますけれども要は聞かれている内容としては議員のいわゆる自立権ですねに当たるものはどれで当たらないものはどれかとそれを選ばせるという問題ですから統治の基礎知識があれば解けたものとということになります、まあ、問題6番も統治の判例の基礎知識を問うものですね問題7番が これがいわゆる第三者所有物没収事件という有名な最高裁判例ですねこれを素材にしたものということになります。 ただあの、いわゆる第三者所有物没収事件の判決文をです、ね、ある程度、注意深くきちんとです、ね、読み込んでいわゆるその意見主張の的確です、ね、に関するその判事部分まで正確に理解して覚えていないとなかなか解けなかったのではないかと、まあ、そういうこれもじっくり読ませるタイプの問題です、ね、だったということは言えます。 で次に問題8番以下が行政法ですがおそらくあの問題8番でですね相当時間を取ってしまってその後のところにあの影響が出てしまったという方も多いと思います問題8番は大阪地裁ですね地方裁判所の判決文を素材とした、まあ、いわば読み取り問題ですね。 えー、判決の内容に明らかに反しているものはどれかという問題ですから時間をかければですね、えー、正解がわかるというタイプの問題しかも、えー、予備知識がなくてもですね、えー、判決文をきちんと読,み、えー、読んでいって読み解いていってであと、えー、選択肢とですね、まあ、これはあの文章理解でいう用紙把握に近い要領が必要になってくる問題ですがただあのこういういわゆる現場思考型の問題というのは総じて時間がかかるという傾向にありますので、えー、ここできちんと時間 時間を確保できたかかどうかそして逆に言うとこれをある程度見極めをつけて後回しにして問題9番以下ですねより解きやすい問題の方を先に解けたかどうかまあ戦略としては問題8番は12分ざっと見てですね考えてそれでもあのすぐに答えが出なさそうだと分かったらですね問題9以下のところに進んでいくということが必要だったのではないかと。 あまあこれが戦略的にはですね必要な戦略であったということを言えます。問題九番以下の、えー、まあ行政法の問題に関しては基本的な。 判例知識あるいは条文知識です、ね、を問うものとなっておりますので総じてそれほど難しくはない、まあ、再審査請求の問題なども出ておりましてちょっとそこまで,です、ね、条文を読み込んでいなかったという方もいらっしゃるかもしれませんがただ基礎的な知識を問う問題という傾向は変わりませんので、まあ、決してです、ね、それほど極端に高いレベルのものを要求しているわけではないということは言えます。 やはりその問題8番のところでいかにですねその時間の管理ができたかどうか問題8番にこ,うこだわりすぎて後ろの方に影響が出るというそういう回答になってしまった方はなかなか点数が伸びなかったのではないかという問題になります。 問題9以下のところはそれあの正直あのそれほど難しい問題は少ない、まあ、少ないというかあの出ていないと言ってさすがにないと思います。あの地方自治法に関しても割とオーソドックスな問題が多かったと。 そういう傾向にありますので、えーまあ、これもきちんとですね、えー、普段から条文学習そして判例学習ですね、えー、積み重ねておけば、えー、今回の行政法ではかなりですね、えー、高得点を取ることができたという方も少なくないだろうと思われます。 あの点数の底上げを測ることができますので、えーまあ、その行政法でですね、えーまあ、あのうまく解けたと、えー、きちんとですね回答できたスムーズに回答できたという方は、えー、相当ですねその行政法の得点で、えーまあ、合格にかなり近づいているんではないかなとそういう印象を持ちました。で民法につきましては えー、その難しい問題と優しい問題がかなりはっきり分かれているという傾向にあります例えば問題27、28というのはこれはあの正解を出すだけであればそれほど難しくありません、えー、過去問をきちんと検討しで、えー、基本的な条文知識ですね、えー、問う問題になっていますので、えー、それほど難しくはないということになります でなお民法につきましては今回ですね意外とその改正点に関わるところがの出題が少なかったのではないかという印象を持っております例えば問題31番の債務引き受けというものが一応改正点ですねま改正といっても元々 判例法理があったところを条文化したとそういう改正になるわけですがこの債務引き受けに関する問題、まあ、これはもう改正を真っ向からですね出題しているところということになります。でそ,のそれ以外のところも改正が全く関わっていないわけではないんですがただ、まあ、改正点をですねかなりあの避けてるあるいはその極力出題しないようにしているとそういったことがうかがわれるものということになります。 まあ問題33番は民法の規定及び判例に照らしとあるわけですけれども。 例えば敷金の返還時期ですねに関する判例知識がもともとあったわけですがそれは現在では、まあ、改正によって条文化されているでこれはいずれにしてもですね民法の条文の知識で解いてももともとあった判例の知識で解いても、まあ、答えは同じというものになりますのでその意味ではこれは改正点をですねあまり意識しなくても解けたんではないかとそういう問題になっております。 えー、さらにあの問題34番これ医療契約に関する問題でおそらくこの問題34番が、えー、この民法の中ではですね、えーまあ、あ,のある意味最も迷う、えー、難しめの問題と。 まあ寝て底都見は条文知ってるか知らないかの問題ですからこれはもう知らなければもちろん難しいということになりますが医療契約に関する判例知識これはその判例をきちんとですね読み込んで理解しておかないとなかなかこの問題正解できなかったのではないか、まあ、これは落としても仕方がないという問題ですね。 そして、問題三十五番が特別用紙制度取材されております。特別用紙は重要な改正点があるわけですけれども、ただ、この問題に限って言うと、これ、改正に関わるところは取材されておりません。まあ、改正点というのは、その用紙の年齢ですね。特別用紙用紙。編組における、その用紙となり得るものの年齢。これに関する改正点があったと。 まあ原則6歳未満であったものが原則15歳未満というふうにですね大幅に年齢が引き上げられたという改正があるわけですがただこの問題に関して言うとこれはもうその改正点はですね直接は関係のないという出題になっておりますま改正点に関わる制度から出題はされておりますけれどもただ改正点がズバリ出てるわけではないという意味においてはま改正点をこう避けてですね出題したという傾向がやはり見られるのではないかということになります そして問題36番が商法です、ね、の問題ですけれども、まあ、商法は運送人の責任に関する問題でこれはレックのですね合格講座のテキストの中にももちろん触れられていてで過去問でも何度か出ているところですからこれは過去問をきちんとですね研究し検討しそして講義録をですね繰り返し読み込んでいた方にとってはそれほど難しくはないという問題の部類に属するということになります。 で問題37以下が会社法ですけれども、まあ、会社法もですねこれも過去問をきちんと検討していると過去問の,あのいわば焼き直しですね えー、そしてまあさらにあの講義録ですね、えー、豪華例えばレックでいうと合格講座の講義録ですけれども、まあ、講義録をきちんと読み込んで、えー、あとはその過去問を解きなうきちんと検討するということは繰り返し行われていた方にとってはそれほど難しくはないという問題であろうということになります。ただいかんせんあの会社法商法法会社法に関しては なかなかこう学習時間をです、ねえー、しっかり確保できなかったという方もいらっしゃると思いますのでもちろんまあ全問正解は難しかったかもしれません、えー、ただぜひですね、えー、この問題は5問中の2問ないし3問はです、ねえーまあ、商法会社法合わせてですが、えー、2問ないし3問はやはり解けてほしかったという問題になります <laughs>、はいえー、問題41番以下が、えー、多選択式になります。 えー、問題41番が憲法で、えー、これも有名な判例から出ておりますね、えー、この三井美梅炭鉱事件という非常に有名な判例から出ておりまして、えー、これはあの労働組合の統制権に関する問題。 ですから、絵、えーえー、の空欄は、えー、これはぜひあの確実に、えー、補充してほしい、ということになります。まあ、その他、例えば、うがあのかなり迷った、という方もいらっしゃるかもしれません。だから、四、えー、つの空欄のうち、三、まあえーまあ、つですね。えー、もしくはあの、落としても二つですね。二、えーまあ、つないし、三つ。やはり正解をしたい、という問題になります。 で問題四十二番は、これはもう、基礎知識のみを問うあの行政法の問題ですね。これはもう、全ての空欄をきちんと補充できてほしいと。そういうレベルの問題、あの優しめの問題ですねになります。問題四十三番ですけれども、問題四十三番が、これが平成三十一年。あの割と近い。最近の最高裁判決から取っている問題ということになります。まあ、これはあの近年ですね。 憲法と行政法のいわばクロスオーバーするです、ね、総合的な問題科目横断分野横断ですねあるいは科目横断的な問題が最近出題されておりますがこの問題43番まさに憲法の知識も要求しているで行政法の知識としてもこれも必要であるとそういったことが出題されているものということになります。 でこの平成31年2月14日の最高裁判決を見たことがないという方であってもですねおそらくは、まあ、前後の文脈からこれが入るだろうと。例えば えーまあ、法律上の総称という言葉でイノクーランの裁判所3条1項にイノクーラン、まあの,のところに法律上の総称という言葉が入るわけですが、えー、これはあその憲法できちんとですね、えー、例えば板ンダラ事件とか、えー、こういったものをきちんとあの検討していれば、えー、スムーズに入っただろうという空欄になりますので、えーまあ、行政法の一応出題にはなっておりますけれども。 えー、憲法もの知識もですねフル稼働して、えー、まあこれはあのきちんと解いてほしかったとそういう問題になります。はい、えー、問題44から46番が記述式になります。で今回ですね記述式に関しては、えー、まあ行政法の記述式はあ例年通りの、えー、難易度。 え特に難しすぎず優しすぎずというタイプの問題ですね大きなヒントは出期間がすでに経過しているという部分ですけれどもまあ、出期間過ぎた後だったら何をすることができるのか何をすべきなのかというところを考えていけばまお、あのずと無効確認訴訟という言葉が出てくるはずだということになりますあとは被告を間違えずあと何を対象としているかというところもきちんと書いた上で書いていくと まあこれヒントも多い問題になりますのでこれはあの完全正解ですね書けた方は比較的多かっただろうという問題になります。で問題45番も問題45番はこれはあの決して難易度は高くありませんいわゆる第三者による詐欺というですね制度これを知っている方であればだいたい何を書くかということは予測はつくわけですね。 ただ、この問題四十五番は、実は民法の改正点を正面から聞いている問題になります。要は、悪意または有過失の場合ですね。相手方がその。 事実つまり詐欺の事実を知りまたは知ることができた時に限り取り消しができるとそういう規定になっているわけですけれどもこの知ることができた時っていうつまり過失がある時です、ね、悪意または過失の過失の部分についてはこれは改正点になりますのでその改正点をきちんとですねマスターしていた方はこれはスムーズに入ったのではないかというものになります。 九十六条二項ですね、民法九十六条二項というものが、えー、素材になっているものですから。これをきちんとですね、抑、えー、えておけば、えー、解けたという問題です。まあ、改正点ということを意識しなくても、九十六条二項をですね。えー、正確に、えー、繰り返し読み込んでいけば、えー、おのずと回答がわかるという問題ですねで。決して難しいことを聞いているわけではありません、えー、ので、これはぜひですね。部分点を狙っていってほしいという問題になります。 で問題46番ですけれどもこれは、えー、判例の知識ですね、まあ、判決文をきちんと検討しでその判例の知識がです、ね、正確に身についていたかどうかというところで、えー、その答えが書、ね、けたかどうか分かれてきただろうというところですねでキーワードとしてはやはりあの審議則もしくは審議に反するというような言い回しですね、えー、これがまず書けているかどうか、えー、さらには、えー、相対的に評価という部分ですね、えー、つまり いわゆる「配信的役員者からの転得者」という論点になるわけですがその転得者自身が配信的役員者と評価されて初めてその転得者との関係で、まあ、民法条ののの適用の有無が決まるというものですねつまり転得者自身が配信的役員者であれば民法177条の第三者に当たらないから登記なくして対抗できるけれども。 その転得者がですね配信的悪意者でなければあとは当期の戦後によって決定するということになりますですからこれは配信的悪意者の意義を踏まえつつとありますのでこれは当期の不存在つまり当期がしていないということを主張するにつき、まあ、正当な利益があるかどうか です,ねえー、すなわち審議に反するのが配信的学位者で、えー、あって、えー、これはその正当利益があるか否かについても個別に、えー、つまり相対的に判断をすべきであるということになります。でえー、このレックのです、ね、正解例 ですけれどもこれ一応判例の言い回しをベースに正解例を作っておりますのでもちろんこれ以外の表現であってもですね、まあ、正解になりうる例えば「配信的悪意者はこれは無権利者ではないから」とかですねそういう表現であっても正解とはなりうるとは 考えておりますがただですね、まあ、判例に近くですね表現した方が無難だろうということでこれをレックの正解例としておりますのでこの「当期の不存在を主張することが審議則に反するものであるからと」とこれは「背信的悪意者は」という言葉に続けて書きますので、まあ、これがおそらく正解,に正解であろうと思われるものですねになります。 まあ正解例はあくまで正解例ということになりますので、えー、他の表現であってもですね、えー、もちろん点数がつく可能性はあります。はいえー、問題47番以下が一般知識ですね。えー、今回一般知識に関しても、まあ、迷う問題はもちろんあります、えー、ただ総じ、えー、て、えー、まあオーソドックスな出題ですね、えー、難しすぎずやす優しすぎずと。 で一時期の,あの行政書試験のように過度に例えば実務的な知識に偏ったといったような出題はなされておらず今回も政治経済については 今までのいわゆる大学入センター試験ですね、まあ、センター試験名前変わってしまいますけれども、まあ、大学入センター試験、えー、レベルの政治経済の知識ですねあとはその時事的な知識ですね今回人口問題なども出ておりますあの少子化対策ですねに関する問題も出ておりまして、えー、こういったその基本的な時事的な知識ですねがあれば解けるという問題が多かっただろうということになります。 でえー、ちょっと個別にです、ねえー、問題を見ていきますと。 まあ普通選挙の問題は比較的優しい問題ですねこれはぜひ正当してほしいと正解してほしいという問題になります他方でその問題四十八番フランス人権宣言についてはこれは憲法の抗議の中で、まあ、少しだけ触れているというところあるわけですけれどもただいかんせんですねなかなかその知識とここで結びつけるというのは難しいかもしれませんですからフランス人権宣言についてですねこれはまあ落としてしまったという方が かもしれれまませんがそれはやむを得なないいととうことになります、えー、問題49のバブル経済の問題ですね、えー、これもこれはまあ知、えー、基礎知識ですね、えーまあ、レックの合格講座の講義録の中でもこれは取り上げていて、えー、そこをきちんとその論理的にですね理解して押さえておけばあ解けただろうという問題になります。 問題50の国債についてもこれも合格レックでいうと合格講座ですねの講義録の知識レベルで十分対応できる問題ということになります。まあ、問題51番そして問題52、53ですねこのあたりは。 ちょっと時事的な知識ですねこういったものを問う問題になっておりますが例えば問題52番というのは例えば合格講座の講義録の中に出ていない選択肢もあるかもしれませんがただだとしてもですねこれは常識的に日々ニュースなどをチェックしていれば例えばサブスクリプションといったような言葉についてアンテナを張っている方であればですね これはすぐに判断ができたのではないかとそういう問題になりますはい、問題54番これは人口ですね今回の少子化対策だとか人口動態といったような問題が出ておりましてこの辺りは時事的なトピックですねこれを意識した取材ということになります で問題55番以下が情報通信・個人情報保護ということになりますが例えば問題55番はこれはその英語の略称ですね BCC だとか SMTP とかこういったものこれを、まあ、あ,ある程度です、ね、常識の範囲内できちんと押さえていればおそらく解けたであろうと、まあ、組み合わせ問題になってますのでそれもヒントになります。 でえー、ちなみにこれ合格講座の講義録でも、えー、こういった通信用語ですねについては、えー、このアルファベットの略称といったものも含めて、えー、取り上げておりましたので、えー、これを意識してきちんとですね、えー、学習していた方はあとはの組み合わせの,その消去法をうまく活用して、えー、正解にたどり着くことはできたはずだということになります。問題56番と57番番とが個人…えー 行政機関個人情報保護法そして個人情報保護法に関する条文知識を問う問題でこれもいずれもおそどくさん取材とといいうことになりますす、まあ、ずれもですね条文をきちんと読んでいれば解けるという傾向の問題ですので、まあ、特に個人情報保護法というのは、まあ、その近年ですね取材ミスもあったりしましたけれども基本的な取材傾向変わっていません。 個人情報保護法の条文をきちんとですね重要条文をきちんと読み込んで覚えておけば解けるという問題が出題されておりますですから問題57番も決して難しいというものではありません日々のですね条文学習が物を言ったものということになりますで、今回問題58番以下ですね 585960これが文章理解まあこれは例年そうなんですけれども、えー、最後の3問が文章理解ということになります。で文章理解の問題については、えー、これは総じてですね えーまあ、これはもう最近、あの傾向が決まっておりまして、まあ、空欄補充形式あるいは空欄の中を並べ替えさせるというタイプの問題ですね、えー、これがあ最近ではですね、えー、多く見られるところですがただあの、おそらくですね問題59番というのは、えー、これ、えー、実際その出典の文章をですね、えー、知らないとなかなか、えー、スムーズにその正解にたどり着くのは難しかったのではないかと。 いうことが言えます、まあ、問題59番というのが、えー、おそらく一番あの迷うというか時間がかかるというか、えーまあ、迷った上にしかもあの正解できないと、えー、可能性も高いものということになりますので、えーまあ、問題585960ですね、えーまあ、特に問題59については、えー、これはもう落としても仕方がなかったのかなという問題にはなります。えー、58 59 60の文章理解についてもも、えー、これも いずれもですね、まあ、例年通りの、まあ、水準の問題ということは言えますがただあの中にはですねちょっと59番で苦戦したという方もいらっしゃるかもしれません。で以上ですねざっと全体の問題を見てまいりましたが、まあ、今年の問題についてはですね特にその法令についてですけれども。 中にですねやはりちょっと時間をかかけさせるる問題がいいくつか含まれているとでそこに引っかかってしまって時間を費やしてしまって後ろの方がそのなかなか解けないあもしくはその影響を受けてですねその解けていないという方もいらしたかもしれませんがそこをうまくですねクリアして見極めをつけながら次の問題次の問題というふうに確実に解ける問題を解いていくと。 いう戦略を取られた方は、えー、これはあの合格ラインですね。おそらく達している方は多かったのではないかなというふうに予想しています。えー、まあ総じて、えー、そのそれほど難易度が高いものではないだろうということになりますが、ただあその。 時間を要する問題、まあ、憲法だとか行政法の問題8万とかですねこういった時間を要する問題のところで引っかかってしまった方っていうのはおそらく今回の試験は難しく感じたのではないかなとそういう印象を持っております。まあ、いずれにしても令和2年度のです、ね、行政士試験、えーまあまあ、今回ですね初めて受験された方もそうでない方も皆さんの大変お疲れのこととは思います。 あとはですねその法令につきましてもあと記述についてもですね、まあ、各予備校のその回答速報であるとか、まあ、レックもそうですけれども回答速報などを参考にしていただいてただあ,のあまりですねその結果を気にやむことはありません例えば予備校の正解例がですね変動するとかということもまあないわけではありませんのであまり過度に気にすることなくですね えー、まあただあまずはその、えー、ご自分の回答気になる方はぜひチェックをしていただいて、えー、あとはもうゆっくりですね、えー、まあ休んでいただければと思いますはい、えー、それではですね、えー、以上で、えー、令和2年度2020年の行政書士本試験の公表の講義を終了といたしますどうもお疲れ様でした。